白雪さんとかね、あのライブ一緒にやって分かったけど、めちゃくちゃしっかりしてるとか、ちゃんとした大人の女性だわ。いい匂いするし、なんかいつもいい匂いするし、なんか練習、ライブの練習で集まった時に、私とヨルミと白雪ともえさんがいて、ヨルミに、なんかともえさんめっちゃいい匂いしないみたいなの裏でこそ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 ね、私は言ってたわけでもなく、事務所で偶然ね、葉山マリンさんに初めてお会いして、その時ね、あの葉山マリンさんめちゃくちゃね、なんか第一声だよ、第一声で、院院長さん、あのトイレ行きませんか、一緒にトイレの話しましょうみたいなことをね、初対面で急に言われてね、やっぱちゃんとこういうね、頭おかしい人もまだまだ入ってきてるんだなって思ってね、私は安心したな。葉山マリンさんトイレが好きらしくってね、そう、あのトイレの話を私としたり、トイレに一緒に行きたかったらしくってね。